番組。の入場です。先頭を歩かれてますのが、踊りの指導者花江義澄総主さんです。そして町内の子ども踊り子たちの入場です。3歳から12歳までの町内の Thank you.
お願いいたします。
前の体たちの祖母踊りは鉄道昇華、この鉄道昇華の長崎バージョンの歌詞を使って祖母踊りを組み立てられています。いやいや、さあもっともっとちびっこが出てきたようです。3歳ぐらい、一番下の子は3歳の子が4人ぐらいいるそうです。なかなかまっすぐもならないようですけど、並んだつもりでやります。さあお願いします。
娘みこし、スーザー先生、そして大学先生、もう少し踊り場の真ん中の方まで、はい、ご紹介いたします。地方のお師匠さんと踊りのお師匠さん、金柳鈴八先生、そして松永君、鉄弓のお師匠さん、そして歩道の鈴織お師匠さんでした。これ右に行きますので、お尻を置くと思います。こっちよね。Thank you.
はい、長崎行きます。